しっかり腰を押さえて、リオ、カメラを見てください。せーの、はい、こんにちは。ダストです。リオです。二人合わせて。なんだろうね。おー、かわいい。こっち向いてください。寂しいわ。ティシャ、こっち向いてください。何見てる？まあ、しょうがないね。ありがとう、リタン。はい。どうした？目がうるうるしちゃって、どうした？エビマイ落ちる？エビマイ、ここ持ってきて。おいちおいち食べるな。よろしく頼むぞ。皆さん、いつも YouTube のご視聴、誠にありがとうございます。この度、ダスト、チャンネル登録者数が60万人突破いたしました。前回の50万人突破の動画からそんなに時間経ってる感じがしなくて、結構スパン短めでご褒美動画を撮らせていただいているんですけど、本当にそれもみんなのおかげなので、もう感謝してもしきれないでございます。サムネとタイトルを見てる人だったらわかると思うんですけど、今回もですね、前回に引き続き、シーンでね、本当にいろんなものを爆買いしてまいりました。内容としては、洋服だったり、小物だったり、コスメだったり、ウィッグだったり、ネイル用品だったり、今回は手広くいろんなものを買ってみました。で、気になるアイテム数なんですけど、今回は60アイテム購入いたしました。で、合計金額が 57,473 円で、その時たまたま 25% オフのクーポンが配布されてて、自分がいつも作ってもらってるクーポンコードじゃなくて、そっちを使ったんでかなり安くなってるんですけど、実際に私が払ったのは 43,114 円でした。14,000 円も安くなるって結構すごくない？ 14,000 円あったらいい服1着買えるからね。そんな感じで、もう服とかはシーンでしか買わないので、今日着てるこの服もシーンのものになります。これね、セットアップになってて、下がね、こんな感じでズボンになってるんだけど、後ろが結構可愛いんですよ。ただのこういうセットアップじゃないっていうところもお気に入りポイント。なんか最近さ、服はあるのに着る服はないっていう現象が起こってて、みんなもそういうのあります？服はね、シーンで頻繁に買ってるんで、いっぱいあるんですけど、その時その時によってブームが違くて、私最近 Y2K ファッションにハマってるっていうのもあるんですけど、もう本当に着る服がないの。だから今回の購入品はかなり Y2K ファッション多めです。で、これが終わったらルックブックも撮ろうと思ってるんだけど、次のルックブックはちょっと Y2K が多くなるかなと思います。まあ普通の服ももちろん買ったんですけど、ちょっと珍しいものとか出てくると思うので、楽しみにしていってください。それでは早速、やっていきましょう！ゆっくりしていってね。それでは開けるところからで、いやこれ今回マジで重くて、もうサムネ撮ってる時腕プルプルしちゃって、ハサミ使ってるから危ないからね。あ、少々お座りしてる。カメラにはちょっとだけ映ってる。お利口。よし、ハサミはね、リオの手の届かない場所へ。それでは開封。パンパンだわ。うわ、よくこれ箱で入ったな。前回のシーン購入品の時って箱が2つと袋が1つあったと思うんですけど、それよりアイテム数自体は多いんですよ。なんだけどよく入ったな。あ、夏服だからだ。前回冬服だったもんね。じゃあまあまあ上から取ってって順番に紹介していこうと思います。まず最初にこれは多分カバンだね。お、早速 Y2K っぽいものが出てきました。これ実は買ったの結構前で、撮影するまでにちょっと時間かかっちゃったんですよね。だからか、過去の自分からのプレゼント感覚で開けてるんですよ。ちょっと楽しみなの。このカバンの名前がメタリックチェーンクロスボディバッグ。色はシルバーになります。お、いいじゃん。私こういう磁石で開け閉めできるカバンめっちゃ好きなんだよね。服でいいよね。わー、かわいい。よくない？あ、待って、この服装にもよくない？どう？みんな。もうこれでお買い物しに行ってくるから。じゃあね。じゃあねって言ったらディオがびっくりしてきちゃった。いや、どこにも行かないよ。大丈夫だよ。これめっちゃいいな。なんか意外と入りそうじゃない？長財布とかも余裕で入りそうだし、ペットボトルも入りそう。携帯も入りそうだし、充電器も入りそう。他になんかみんな持ってくものある？あ、香水とか。もう全部入って、こんぐらいで済みそう。めっちゃいい、これ。これね、色違いも買ったから、多分そのうち出てくる。あ、もう出てきました。すごい、ちゃんとこういう袋に入った後にね、なんか手提げのバッグみたいなのにも入ってて、意外と梱包ちゃんとしてるよね。あれ待って、色違いって言ったけど私嘘ついちゃったみたい。全然違うやつ出てきた。これ私勘違いでしたね。レディースシンプル Y2K デザインバッグ。これの色はもう見たまんまでブラックになります。これももしや磁石や。
マジで最高。こういう磁石のカバンもっと量産してほしい。絶対これもいっぱい入るで。あ、なんかタグが入ってる。シーンって、シーンっていう大元の会社があるだけで、作ってるのは意外と子会社だったりするから、多分そこのタグですね。有名なのはさ、ハニースポットとか、ダジーとか、その辺有名だと思うんですけど、いろんな細かいちっちゃい会社が集まって、シーンってところで出してるみたいな感じなんで、イメージとしてはお祭りみたいな感じだよね。で、店がいっぱいあるみたいな感じです。あ、でもカバンとかちょっと臭いかも。全然私匂いとかあんま気にしないんだけど。あ、待って、これめっちゃ取り付け楽ちん。もっと難しいのかと思ってたけど、ちょっとただ通すだけ。これで完成。これもめっちゃいいね。あら、いいじゃない。じゃあみんな行ってきまーす。今日はね、もう超久々にお友達と遊びに行くんですよ。純粋に遊びに行くっていう体で遊びに行くのは、多分もう2ヶ月ぶりとかなんだけど、久しぶりにクリエイターお友達と会えるということで、どっちかのカバン持っていこうかなと思います。そら、じゃんじゃん行きましょう。あ、ズボンじゃん。ハニースポットの無印柄ブラックポケットカーゴパンツらしいです。これはね、M サイズでグリーンを買いました。で、このベルトもどきみたいなのあるから、つけてる間にちょっと話したいことがあって、私今ちょっとダイエットに奮闘中なんですよ。で、今もうかなり痩せて、何キロぐらい？まあでも言うて5、6キロだと思うんですけど、体重いい感じに落ちてきて、まあこれぐらいだったらルックブック撮ってもいいだろうということでシーンで買い物したの。で、今回のお洋服に関しては、ワンサイズ小さめで買ってます。もう私は分かったの。太ってきたなと思ったら、服のサイズも自然と大きいのを買うようになってたし、ダボっとした服を着るようになってた。特に私なんかお家にいる時間が長いから、もうダボダボの服で自分の体型なんか分かんないわけですよ。したらみるみる太ってったから、こういうズボンも先月の私だったら L サイズ買ってたんだけど、今回はちょっとワンサイズ小さめ M サイズにしました。まあ、身長の関係もあるから大きいサイズ買ってるのもあるんだけど、ちゃんとサイズとか見ながら買ったんで履けると思います。では次、こちらは何でしょうか。はい、これはね、ハニースポットから出てる文字グラフィックレースアップフロントクロックシャツで、これはワンサイズしかなかったんでそのまま買いました。かわいい。こういう一歩間違えたらダサい方向に行きそうな服が Y2K らしい。でもこれめっちゃ可愛いよね。お、これは私が欲しかったやつ。新信者の皆さんはもうダジー大好きでしょう。これはダジーのキャミソールですね。値段もこれ500円とかで買えるのよ。で、値引かれて378円だったから、普通に買うより絶対安いし、質もいい。たら次が、お、帽子だー。私でもショートカットにしちゃったから、帽子似合うのかな。で、みんなちょっと見て。中がめっちゃモコモコ。これ今からの時期はちょっとやばいんじゃないか。こういうのって結構深めに被るんだよね。あ、待って、腰がずれてる。え？何これ？なんかちょっと違う。多分この帽子を被るのは冬でかつロングになった時だな。ちょっとこれはあれだわ。ミスった。めっちゃ可愛いのにな。これもね、めっちゃ可愛くて買ったんだけど、これは普通に薄めの T シャツですね。なんかここの真ん中のやつが可愛いなと思って買ったんだけど、これ噂によるとディーゼルっていうブランドのパクリなんじゃないかっていう説が出てて、どうなんだろうと思ってちょっと調べてみるね。ディーゼル T シャツ。え？全然違くない？なんか思ったより全然違う。これ、ちょっとディーゼル側がシーンを訴えてみないとわからないけど、多分これで訴えてもディーゼル側が負けるんじゃないか？なんだろう、これはこれで私はいいんだと思うんだけど、やっぱダメなのかな？どうなんだろう。もしダメだったらこれは動画とかにも映さずね、部屋着にしようと思います。いや、マジで著作権問題超むずいよね。がっつりアウトなものもあるけどさ、これも Y2K っぽいものが出てきましたよ。あ、もうこういう色よ。大好き。これも普通に T シャツですね。めっちゃね、伸縮性がめっちゃ伸び縮みする。これ S サイズ買ったんだけど、私の骨格がストレートだからちょっと肩幅がね、心配だったんだけど、こんだけ伸びれば着れるわ。これめっちゃ可愛い。いいね、いいね。愛用。したら次。これも Y2K っぽいね。紐が長いから多分お腹でくるくる巻きにするやつだと思うんだけど、これなんかクロップシャツっていうらしい。で、サイズがワンサイズしかなかったです。これ半袖だからね、もう最近暑いから、夜は寒いんだけどね、この上に普通にパーカー1枚とかで超良さそうだから、これもめっちゃ着ます。これもルックブックとかで着れたらいいな。そしたら次。あ、楽
刺身にしてたやつ。じゃじゃーん。こういうのが大好き、私。グレーな感じに、こう真ん中になんか文字が入ってるの好きなの。文字の意味はわからないよ。おバカとかマヌケとか書かれてたらちょっとショックなんだけど、それでも私は関係なく着ちゃう派です。ちなみにこれはなんて書いてあるんでしょうか。いや、これかわいい。ちょっとこれ着たいな、今日。シーンのものを買った時ってさ、語彙力がなくなるのよ。かわいいしか言えなくなっちゃう。そしたら次に、これはね、コルセットでーす。私最近ね、コルセットが3つぐらい行方不明なの。家にあることは確かなんだけど、わかんないの。だからね、シーンで新しく買いました。前回買ったやつとはちょっと違って、今回はこんな感じで、6段になってるやつ。調整も細かくできるから、苦しくなったら弱めればいいし、もうちょっといけそうだなって思ったら最後まで締めたりとか、ちょっと頑張ってみたい。私もそうなんだけど、みんなもつけるときは、コルセットってつける時間決まってるから、気持ち悪くならない程度でつけてください。で、ほんとこれぐらいだったらね、私が今回買ったカバンの中とかにも入るから、本当にちっちゃいカバンじゃなければ入っちゃうのでね、こういう工夫をしながら頑張ってみんな痩せ活していきましょう。これも服ですな。何が出るかな？あ、かわいい！なんかちょっとジャージっぽい。横に線が入ってて、真ん中にこんな感じでロゴが入ってる T シャツ。で、これもめっちゃ伸びる。いや、シーンの服ってさ、伸び縮みするかがちょっとわかんないとこあるじゃん。なんか今回のやつはね、ほとんど当たり。ちなみに今着てるやつは全然伸び縮みしないから、袖まくる時とかも結構大変なんですよ。あ、またコルセットが出てきました。コルセット2つ買ってるんですよ。真ん中のやつでもっときつくできるタイプのコルセット買ってて。こういうの結構 PR で回ってくるよね。ド S なんちゃらみたいなやつ。なんかそんなのがもうコルセットにベタってくっついてて、普通にコルセットした後にもっともっとギュッてやるやつ。私これつけられるかな？もしよかったら再度みんなに報告するね。次次、服ゾーンがちょっと収まってきたな。これもダディですね。あ、かわいすぎる。真ん中がね、開いてて、なんかクリップみたいなやつで留める T シャツなんだけど、こういうのってさ、着方わからないじゃん。さっき買ったキャミソールとかと合わせるといい感じに胸元だけが開いて骨格ストレートとか優勝できると思うので、この夏いいんじゃないでしょうか。やばい、ちょっとカメラの充電が切れそう。ちょっと一旦カメラのバッテリー変えるね。ありがとうね。じゃじゃーん。休憩がてら一番お気に入りの服をちょっと着てきちゃった。どうですか？いや、もうちょっと痩せないとこの肩パッドなしでは着れないな。私が前回のルックブックでめちゃめちゃ激推ししてた肩パッドを今回入れてるんですけど、あんまりわからないし、めちゃめちゃ二の腕が細く見えるの。これね、外してみると、よいしょ。これ外してみるとこんな感じで、わかります？全然違うでしょ。二の腕あるなっていう感じがしない？でもこっちなんかちょっとスッキリしててさ、中華美女みたいな肩になってると思いませんか？いや、本当にこの肩パッドマジで大事。中華美女たちみんなこれつけてるから、みんなもね、何も怖がらずつけてみてください。実は前回購入したやつが、かなり使って粘着力がなくなってきちゃって、今つけてるやつともう一個、これを新しく買いました。もうこれはね、言わずもがな、めちゃめちゃいい商品でございます。したらこのままどんどん行きます。あ、これはリピ買いですね。色違いをね、欲しくて、それこそ前回のルックブックの時にこれのグレーを着てたんですけど、色違いの白が出てたということで購入しました。これも長袖だけど薄くなってるから、全然今からも着れると思います。てか私結構夏とかでもこういうの着るんだよね、日焼け対策で。薄手の長袖でいいのあったらみんな教えてください。もうほんと日焼け対策は長袖を着るか家から出ないか、本当にもうこれどっちかしかないなと思っている。あと日焼け止めも大事。したら次行きましょう。なんかちょっと大きめの服が。ちょっと待って、これまた今からの時期？ちょっとニットっぽくなってる、真ん中にどでかい星が書いてあるやつですね。これも Y2K ファッションに憧れて私買ったのよ。何これ？もしかして開かないのかな？なんかパーカーっぽくなってるけど、全然チャック開かなかった。上から着ればいいのか？なんかあんま気にしないからいいけど。これでもレビュー良かったよな。どう？みんな Y2K っぽくなってる？ Y2K といえば星のイメージがあるよね。このインナーと相性がいいわ。したら次。待って、私ちょっと季節感バグってるかもしれん。またこのトップスがふわもこなんだが、これ秋から冬にかけての服じゃないか？多分これは来年だね。来年着よう。したら次。ジャンガ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 。あ、かわいい。また私の大好きな感じの T シャツが出てきました。真ん中にワンポイント文字が書いてあるやつ。 Baby 赤ちゃんって書いてあります。これもかわいい。いいね。したら中銀。これもちょっとパーカーっぽいよ。パーカーというかあれか。ちょっとジャージっぽくなってて。こういうのちょっと Y2K って言わないんだよね。なんか近未来みたいな服装。したら次。あー、もうこういうの大好き。T シャツ。かわいい。ちょっとこれに着替えてこようかな。着替えてきます。Thank you.よいしょ、よいしょ。どう？これのが私っぽいな。かわいい、これ。
マジでゆるっと着れる服大好き。特に太ってからはね、本当にこういう服が大好きになりました。でもやっぱり人って目線が集まるようにすると体が自然と引き締まったりするんだって。だからマジでこういう服は卒業しなきゃいけないんだけど、買っちゃうんだよね。可愛いもんね。まあでもダイエットしたらこれももっと可愛く着れるようになると思うから、マジで引き続き頑張ろう。じゃあちょっと小物タイム入りますか。まずは箱がひしゃげたこちらから。これが iPhone 立てですね。私最近撮影部屋を模様替えして、ちょっと QOL 高めの部屋にしたいんですよ。でね、 iPhone 立てられるものがあったら便利じゃないですか。そんな時にこれに出会っちまって、もう超可愛くて一目惚れだったんだけど、めっちゃ可愛い。ハート、こんな感じで携帯置けるの最高じゃない？可愛すぎる。高さ調整もできる。これは絶対愛用だわ。みんなもお揃いにしましょう。したら次はこれメガネですね。メガネもね、なくしたり壊したりほんといろいろしてるからさ、いろんなものを買ってみてるんだけど、今回買ったやつはレンズぶち抜かずに使うやつなんですよ。なんかちょっとブルーライトカットみたいなのが入ってて、あら？ライトが反射して変な人になってるけど、やっぱりパソコンとか画面を見る機会が多いので、隣でブルーライトカットが入ってるやつも持ってるんだけど、どなしでブルーライトカットが入ってるメガネが欲しくてこれを買いました。ケースとメガネ拭き入ってんだで。これで515円だで。やばくない？超安い、最高、シーン大好き。あ、ちょっとこれ諸事情があって先に上げさせていただきます。わーお、 iPhone ケース。最近使ってた iPhone ケースが壊れちゃって丸裸で使ってるのよ。こういうかけるタイプの iPhone ケースがね、めちゃめちゃ良かったの。もう流行りまくってるからみんな知ってると思うんだけど、すぐに携帯見れるのもすごく便利なポイントだし、それだけじゃなくて、私の場合、これをつけたまま寝るのね。そうすると、体から iPhone が離れないから、首縛んないようにしなくちゃいけないんだけど、どうしても起きなきゃいけない時に、iPhone が体から離れてたら私気づかないんだよね。ほんで寝過ごしちゃったりすることもあるから、体に携帯がこうピタってくっついてれば、ブーってなった音でってなるから QOL が上がるわけですよ。今ってめっちゃ良くない？今日はこれずっとつけとこう。長さ調節もできるし最高じゃん。なんでこんなにいいものみんな私に教えてくれなかったのってレベルよ。みんなお揃いしよう。これしかもね、これね、手にもこうやってつけていじれるからね、本当にいい、素晴らしい。次、結構小物も多いのよね。てかコスメを結構買ってる。パッケージめっちゃ可愛い。どうやって開けるんだろう。こんなおしゃれなパッケージのもの買ったことないから、こうか。超可愛いこれ。何このパッケージ。マットリップだ。手につけるとこんな感じ。わー、この色好きな人多そう。めっちゃ可愛い。何これ、いいね。リップっぽいものをどんどん開けていきます。しっかりしてるわ。力入れてるんやな。2本目がこんな感じ。こっちよりちょっと薄いね。コーラルっぽい？コーラルって感じでもないか。優しいピンク。したら今度はちょっと別の種類のやつも買ったから、こっちこそデパコスや。シーンのコンシーラーも超超大好きで使ってるから、シーンのコスメには普通に期待が高いんだよね。わーお！得意リップ！過去の私ナイスやな。私マージンのリップがこの世で一番人食いリップだと思ってたんだけど、これも負けず劣らずだね。かわいい。リップこれでさ、最後かな。プレゼントとかでもさ、全然違和感ないよね。私もらったら多分めっちゃ喜ぶ。次もちょっと人食いっぽいよ。あー、かわいい。超かわいいわ。いいわ。いい買い物してる。なんかちょっと大きい。なんだろうこれ。あらー、すごー。眉毛のあれだ。ジェルで描くタイプの眉毛。筆も入ってるし、優秀。これがね、値段562円。値引かれて422円。422円シーン、すごいな。私もコスメ作るんだったら、ほんとこれぐらい安くないと作りたくないもんね。まあ、コスメ作る予定はないんですけど。で、このアイブロウたちは、YouTube だったり、TikTok で使おうと思ってるから、今回タッチアップみたいなのはしないんですけど、動画が上がるのをお楽しみに。したら次。あ、私が引っ越しの時になくしたやつやー。もうめっちゃ大好きで、ずっと使ってたのに、引っ越しのタイミングでなくしちゃったの。これね、リキッドシェーディングですよ。ある時から私のメイク動画に出てこなくなったでしょ。あれなくしてたんよ。これを機にまた出していくからよろしく。あ、これはね、もうみんな流行ってるから知ってるね。私多分美容系一眉毛がないで有名だと思うんですけど、このね、眉毛をカットするやつ、これ旅行とかにもいいよな。流行った理由がわかるわ。ちっちゃい歯と大きい歯が入ってて、いろんなとこに使えるよっていうあれです。こりゃいいわ。すごいな、ほんとデザインのパクリがなかったらシーンは100点なんだけどな。あ、ちゃっかりまた服に戻るね。じゃーん、パーカー、かわいい。超女
中のパーカー。 Y2K といえば長女とか星っていうイメージがあるんだけど、みんなはどんなイメージがあるかな。あと茶色とかちょっと緑が入ったグレーっぽい色とかのイメージもあって、そういう服が多め。ああ、こういう色、こういう色、もうちょっとこれがくすんだっぽい色のやつとか Y2K のイメージがあります。これも普通に T シャツですね。こういう襟がついてる服は細見えするから私大好きなんだけど、今回もバッチシ買ってましたね。さすが過去の私、バチで服多いな。次回のルックブックもいっぱいコーデが組めそうだ。あ、かわいい、キャミソールと上に着るやつが入ってた。何これ、めっちゃかわいい、こういうの大好き。安っ、値引かれて1100円。伸縮性もあるし生地がひんやりしてて気持ちいい。そしたら中義、かわいいんですけどワンポイントの星 T、 超かわいい、最高だ。本当に星とか月とかさ、中二病心をくすぐられるよね。だいぶ終盤になってきたんじゃないか。あ、待って、あれかな。わーお、初めての配送ミス。あれ、配送ミスじゃないわこれ、私が勘違いで買ってねえか。なんだよ、配送ミスじゃないじゃん。これリバーシブルだったの、知らなかった。なんだ、配送ミスかと思ったの。どんどん終盤に近づいてきました。おわ、これも楽しみにしてたやつ、ちょっと組み立てますね。うわ、完成。これはね、もうどんな iPhone でも付けられるっていうやつですね。こんな感じでちょっとつけたら、もうこのままかけられるっていうやつ。これもめっちゃいいなぁ。これつけたまま寝るってなると、ちょっとここら辺痛くなっちゃいそうだから、これは外出るときに使うようで、これも普段からいつでもつけれるから、気分によってこういうの使い分けられたらかっこいいな。ちょっとこういうシリーズ私集めてこうと思う。いや、ちょっと今回も私は買い物上手かもしれない。そしたら次。あ、待って、ウィッグだ。これはまた別の動画でやりますね。この買い物の前にね、ウィッグを大量に買ったんですよ。で、その中にはないタイプのウィッグが、今回買い物した時に見つかったからちょっと買ってみたんだけど、今の髪色より、ちょっと暗いかな？つけてみなきゃわからないけど、ちょっとこれはね、サブちゃんの方で使おうと思います。そしたら次。ネイルのね、チップをまた買っちゃったから、みんなにも一気に紹介するね。ジェルネイルチップってみんな知ってます？みんなチップでやるネイルといえばオフが大変ってイメージあると思うんですけど、このチップはジェルでできてるからアセトン普通に巻けば普通のチップは浮いてくるっていう感じなんだけど、これは溶けるということで、ちょっと気になっていろんなやつ買っちゃった。ちょっと近々ネイルの動画も出すのでお楽しみに。この時これ使うわ。じゃあ次、これは何？うん、これ蝶々のタイツだ。絶対可愛い。これちょっと今は履けないけどルックブックで履くわ。いつもルックブック撮る前って自分で一回着て外に出てみたり家の中でファッションショーしたりするんだけど、その前に破れたりしなければこれはシーンのルックブックで出します。じゃあ次、またメガネ出てきちゃった。これあれだべ、別光のメガネ。ほら、別光のメガネ大好きなんだよね。いくらあってもいいの、いろんなサイズあっていい。化粧が濃いからさ、メガネがいい感じになんかこう中和してくれるんだよね、毛羽さを。このメガネも愛用していきます。これちょっと後でレンズ取ろうかな。そしたら次、これはあれだね、ネイルを落とす時に使うやつ。こういう系結構いろいろ持ってるんだけど、せっかく美容系だからいろんなものを使ってみようと思って美容系の食系を乱用させていただきます。いい、そしてこれちょっと今つけたい、リングリングリング。シーンで買い物するときいつもリング買っちゃう。え、今日はじゃん、結婚？人差し指だけど。かわいい！ネイルしてたらもっとかわいかったんだろうな。ネイル早くやんなきゃ。次次。あ、これあれだ。これちょっとみんなに紹介したい。パソコン持ってる人、特に Mac。私 Mac のパソコンを持ってるんだけど、この Mac のパソコンのキーボードのこの横のところにね、ショートカットキーのこのシールを貼ると、超わかりやすいじゃないですか。私本当にこういうの覚えられないから、めっちゃいいなと思って買ったの。編集もね、もっともっと早くできるようになりたいので買いました。そしたら次。これネイルのさ、色とかラメを混ぜるやつ。スパチュラですな。なんかこじんまりしてて超かわいい。次。わ、ネイルグッズいっぱい出てきた。文字シール。どんどんいくよ。何これ。ネックレスだ。ハマる系統ごとにアクセサリーも全然違うから、今回 Y2K っぽいアクセサリーがいっぱいあるんですよね。いやん。こんな感じの星のやつ。キャワー！いいね。たくさんないようにここにかけとこう。次。これもリングです。すいませんね。毎回リングばっかりたくさん買っちゃって。めっちゃ可愛くない？よくないこれ。ネイルすればよかったな、マジで。かわいい。なんだろうこれ、なんか段ボールの包みみたいな。あ、わーお、これあれだ、パーツをさ、グリン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 取っていくやつ。こんな感じの甘皮用のやつとはちょっと違くて、もっともっと丈夫なんですよ。で、私ゴテゴテにネイルするから、このパーツとかってマジで取れづらくて、何本かね甘皮用のハサミを壊してきちゃったことがあるので、そんな時に TikTok でこれが出てきて、こんなに便利なものがあるなら買いましょうということで買ったやつ。これを買ったからこれも買いました。猫の手。え、待って、あれ大丈夫そう。
なんか、思ってたんと違う。おもろいんだけど。ここに置いとこう、これも。じゃあ次が、これはあれですね。ネイルのパーツをさ、ピンセットで取るか、なんかこういう、温度鉛筆みたいな、先っちょのところがくっつくようになってて、ピッてやったらピッて取れるみたいな。擬音多めだけど、すごく便利そうだなと思って買っちゃったんだよね。ネイル動画で出てくると思います。じゃあ次、ラスト5個。イヤホン。シーンでヘッドホンは買ったことあるけど、イヤホンは買ったことないと思うんだよね。マジでいろんなタイミングでね、こういう有線のイヤホンが欲しいなと思う時があるの。もう iPhone ってイヤホンジャックないから、この iPhone ジャックタイプ。で、耳につけるところはこんな感じで、柔らかいやつ、耳にフィットするやつにしたんですけど、もしかしたら爆発するかもしれないから、爆発したらみんなに報告するね。ちょっと使ってみる。次。あ、これ2個連続紹介しちゃうね。これまた Y2K っぽい。じゃん。前髪のクリップ。どうかな？私に似合うかわからん。そもそもここにつけるもんなのか？ここにつけるもんじゃないのか？どうですか？超可愛いじゃん。こういうの大好き、ほんと。今回の買い物はちょっと季節感がバグっちゃってるものとかはあるんだけど、9割成功。で、これ。これも TikTok 見て買ったの。ほんとはさ、こういうのも私が発見するべきなんですけどね。ほんとにみんなからの共有で生きてます。洗顔するときにあの子腕にはめるやつ。絶対便利。全女子必要なやつ。もうこれ愛用します。決定してるから、これは。で、ラスト！最後まで見てくれた人ありがとう！これはね、靴です。私、シーンで買ってる靴、限られてると思うんだけど、また良さそうなの見つけちゃったんだよ。こちらですな。これ、ブーツなんだけど、めっちゃ厚底になってて、先が丸くて、革っぽくなってて、絶対足細見えするなと思って買ったの。でもちょっと履いてみないとわからないから、ルックブック前にちょっと履いて歩ってみて、足痛くならないかとか、そういうのちょっと検証してから履こうと思います。今日履いてってみようかな。ありがとうね。こんな感じで C の購入品60アイテム紹介していったんですけど、いかがだったでしょうか？いやー、疲れた。50アイテムまでだね。多分動画自体も1時間半ぐらい撮ってるから、わーお、どんぐらいの長さになるんだろう。もしかしたらめっちゃ長くなってるかもしれないです。最後まで見てくれた人本当にありがとうございました。今回買った洋服たちを使って次回のルックブック作っていきますので、よかったらそっちの方も楽しみにしてくれると嬉しいです。ってことで、最後までご視聴ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録もそうなんですけど、インスタ、Twitter、TikTok もやってますので、よかったらそっちのフォローもよろしくお願いします。本当に60万人の皆様ありがとうございます。これからも動画投稿頑張っていきますので、ダスのことをよろしくお願いします。それでは次の動画も見てくれよな。じゃあねー。やばい、ちょっと手が届かないかも。バイバイ。よいしょ。